今日のスキーブームのきっかけになったといわれるスキー学校も相変わらず盛んである。あるスキー学校の教師は、生徒には二通りのタイプがあるという。級を取り指導員になり、スキーの専門家を目指すタイプ、それとある程度の技術をマスターし、スキーを楽しもうとするタイプである。いずれにしても基礎が大事であるということを認識しだした人たちが増えているという。この若者たちの中から優れた選手が登場するかもしれない。ともかく生徒たちは寒さにも負けず、一生懸命先生の指導を受け頑張る。ともあれ、日本のスキーブームは当分続きそうである。